競馬ウィナースピード予想競馬、どうぞ。おはようございます。競馬部位でございます。今日土曜日スピード競馬の方行っときます。はい、天保山ステークス、最も競馬部位の得意とするダート戦でございますね。はい、今回は、人気どころはねちょっとないかなと思ってます。このレッドルゼルとスマートダンディはちょっと厳しいかなと。まあ雨が降っている上に、不良馬場か重馬場になると思うんですけども、そんな中やっぱね、ハンデを背負うのはきついと。ちょっとでも軽い馬の方が得じゃないかなと僕は今回思っておりますんで、その中から僕が選んだ馬はこのデターミネーションを一番低評価しようかなと思ってます。やっぱある程度、阪神実績もありますし、この間もね重馬場で勝っておりますんで、しかも内枠ということもいいんで、このゴールドアリュール産駒のデターミネーションも、1番で評価にして、そして2番で評価は僕はこのサビーにします。サビー、この馬もかなり僕は走るセンスがあるかなと、競馬センスはあると思う馬なんで、阪神実績もありますし、ここ最近もねちょっと前々走と前々前走か3走前とはちょっとあれだったんですけど、久しぶりにね、名鉄祭でこう3着馬券圏内入ったんで、こっからね調子を上げてくるんじゃないかなと思っております。人気ない分美味しいかなと思ってます。そして、3番手僕評価にしたのが、僕はこのあれどれしようかなと思ってたんですけども、どれやったかな、デターミネーションと、あこれが福永騎手のエルモンストロ、これにします。はい、なんちゃない馬なんですけども、ここはちょっと内枠を狙って、しかも今回福永騎手ということで、人気薄の福永騎手を、乗れている福永騎手を買っていこうと思ってます。逆にね、いつまでた人気してたら買わないんですけど、はい、ということで今回僕狙っているのはデターミネーションと、で5番のエルモンストロと、そして8番のサビーで、行こうかなと思ってます。あと怖いって言ったら、ここのバティスティーニか、これも怖いね、これも怖いしね、びっくりしたな、もう怖いんですけども、あこの13番のバティスティーニもこれ入れますわ。これも買おうかなと思ってたんで、ここもね。はい。ここも行っときます。これ芝からダート変わって調子もいいんで、はい。ということで、急遽変えます。2番のデターミネーションと5番のエルモンストロと8番サビ、そして13番のバティスティーニにします。はい。ということで、スピード予想の方でした。もしよかったらチャンネル登録と、コメント評価の方よろしくお願いします。天保山ステークス、きっちり当てて、明日二度臨みたいなと思ってますんで、よろしく、ブイブイ、ブイ。